はい、週刊を改めまして絵画骨董買取プロ江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。冒頭ご覧いただきましたのはこちら貧しき食事ですね。ピカソ、パブロ・ピカソの名品中の名品の版画作品です。こちら、本はですね、ロジャー・パサロンという方の20世紀の版画作品というタイトルの作品でして、数多くの名版画がこちらに特集されております。例えばジョルジュ・ブラックですね、そして先ほどご覧いただいたピカソ、ポール・シニャック、ルノワール、こちらがシニャックですね、はい、マイヨール、そして一番最初はルノワール、一番最後には、ベルナール・ビュッフェが紹介されております。こういった版画作品は世界的に価値の高いものとして美術品の中でも流通活発に行われております。複数芸術ということもありまして、数も多く出ておりまして、その中でもこの本に編纂されているものに関しては非常に価値が高いものとなっております。ぜひ集華堂までお写真をお送りいただければと思います。はい、絵画骨董買取プロでございます。はい、こちら電話番号、そして、LINE の査定も行っております。ぜひこちらの方に、一度お写真をお送りください。はい、絵画骨董買取プロです。こういう時期ですのでウイルス対策しっかりしまして、ご自宅にお伺いする際もマスクですね、手袋をしましてお伺いいたします。ぜひまずは一度ご連絡を賜りたいと思います。絵画骨董買取プロでした。